はい、こんにちは、坂根です。原付バイクのバッテリーが弱くなったので買いました。これです。原付バイク、持ってます。バイクはですね、ジョルカブというですね、昔からあるカブというですね、バイクのエンジンを積んだスクーターです。もう10年もっとですかね、20年でもないですけども、それぐらい乗ってるバイクなんですけども、距離数もですね、2万キロ以上乗ってます。で、今回ですね、バッテリーがだいぶ弱くなってしまって、買いました。これまたアマゾンで例によって買ったんですけども、最初ですねホームセンターに行ってみたんですけども、かなり高いんですね。6000円とか、しました。バッテリーはですね、なんか湯浅というのが有名なんですかね。湯浅というのがバッテリーメーカーで非常に、まあ、スタンダードというかそれらしいんですけども、そのですね、まあものです。ただこれ日本製じゃないみたいなので、他にもですね、まあ、日本製のものもあったりしたんですけども、やっぱ日本製高いんで、まあ、今回ね、この安い、まあ、外国で作って日本国内でですね、全数製品検査をしているというようなことが書いてあります。値段はですね、ここにあるんですけども、2180円でした。ちょっとじゃあ開封して、セットアップしてみたいと思います。で、まあ、こういう箱に入っててですね、まあ、この、まあ、保証書ですね、あと説明書、あと商品ですね。まあ、こんな感じのものになってます。まあ、これとあとこの取り付けのビスですね。じゃあ早速つけてみたいと思います。これがですね、マイバイクなんですけども、ホンダの、ちょっと分かりづらいですけども、ジョルカブってやつです。で、距離がですね、ここを見ると分かるんですけども、8234、これも2回転してますので 28,234 ですね。で、このここ面白いんですけども、カブのですね、このギアがですね、ここについてます。ではこの状態でエンジンをかけてみます。当然ね、これセルが回らないのでキックでかけます。これがですね、ウインカーを、ね、出すとですね、溜まってる状態だとね、つかないんですね。もうね、少しね、ふかした状態だとつくんですけども、このウインカーだとまずいですね。では交換します。で、ここにね、バッテリーが入ってるんで、側も外します。よいしょ。よし。そしてこれを外して。こちらが今までついてたやつですね。これが今回買ったやつです。なんか同じですね。ほとんどなんか外観的にも同じですけども、ここですね。この今までついてたやつがメイドインチャイナ。今回買ったやつがメイドインインドネシアです。では取り付けます。
このネジがね、今までのやつとは太さが違うんですね。よく見たら、ね、太さが違うってことではなくてですね、このさっきのね、外したバッテリーのこのネジの下にですね、この金具が入ってたんですよね。ですからこれを入れてこれで締めるということですね。最初から入れないと。ちょっと一回外した方がいいな。これをここからこうに入れるんですね。これここをこれをですね、この横からここに入れといて、それで締めるみたいですね。それで、これで締まりますね。よし。閉まりましたね。よし、閉まりましたと。じゃあこれでちょっとね、蓋をする前にかけてみましょう。ではエンジン始動してみます。スイッチをね、入れますとここに、このねランプがついて、この状態で、まあ当然なんですけども、ウインカーもね、バッチリつくようになりました。駆動もね、SL で。OK です。今日はね、このバイクのバッテリーを交換しました。2000円ぐらいでね、交換できればいいと思います。もしね、バッテリー弱くなってきてしまった人はですね、参考にしていただけるとありがたいです。この動画いいと思いましたら、このいいねボタンとですね、チャンネル登録お願いいたします。それではまた、ありがとうございました。失礼します。